平成28年3月に入りまして、年金復活プランを中心にですね、お試しのコンサルティングを申し込みいただくケースがとても増えています。で、大変ありがたく感謝をしているんですけれども、多くのお申し込みをいただいている中で、お申し込み書類の不備などがですね、いくつか発生をしております。で、確認はさせていただくんですけれども、確認のために時間がかかります と、場合によっては役員報酬の設定が間に合わなくなってしまってですね、でその結果社会保険料節減とか、年金支給停止額の減額ですね、こういった効果が発生するのが、場合によっては1年遅れてしまうというような可能性もありえますのでね、ご注意いただきたいと思います。今現在ですね、多く発生しているような不備をいくつか挙げてみますと、次のような内容になっています。まず一つはですね、お試しコンサルお申し込み書類についてなんですけれども、これは会社の決算月をですね、書いていただくようにお願いをしているんですが、この決算月の記入が漏れているのが結構あります。あとは年金事務所に出す委任状をですね、送っていただくんですけれども、この委任状の氏名欄の振り仮名の記入漏れが多いですね。で、あとは委任状の辞書欄があるんですけれども、これは必ず辞書をね、ご証明をいただきたいんですけれども、中にその辞書欄もですね、ワープロソフトですね、こちらの方で印字してあるケースがあります。この場合は再度ね、辞書をいただいたものをご送付いただくことになりますので、時間がかかってしまうのでご注意いただきたいと思います。あとはお試しコンサル料金の、お振り込みに関する不備としましては、お申し込み書類の名義とですね、それからお振り込みの名義がですね、お振り込み人様の名義が異なっているというケースがちょくちょくありますね。で、これはお振り込みいただいているのかどうかが確認できないとですね、ご報告書作成の作業に入ることができませんのでね、その分遅れてしまうことになりますので、ご注意いただきたいと思います。